韓国のキョンヒャン新聞は元朝鮮女子勤労停身隊員に対する三菱重工業の賠償命令が確定した裁判をめぐり韓国の地方裁判所が原告側によって差し押さえられていた三菱重工の商標権と特許権の売却命令を出したと報じました元徴用工などをめぐる一連の裁判で日本企業の資産に対する売却命令は初めてです